これ僕クリアできるんですけど、多分ね、今はもうね、ワンコインでクリアできないとは思うんですけども、ワンコインでどこまでいけるかちょっとやってみたいと思います。久しぶりに。はい。これ昔何回もね、クリアしてるんですけど、昔はね、ノーコンティニューでクリアできたんですけどね、今は多分無理だと思いますね。ノーコンティニューでどこまで。はい、一面のボスですね。これもここで蹴っとけばいいんですけど、真ん中にいれば安全なんですね。真ん中でこうやって蹴ってれば安全ですからね、ここは。で、これ一番端っこにいればいいんですね。当たらないで。ここでパンチしとくわ。あ、スライディング出なかった。あれでスライディングよく倒すんですけどね。ボスですね。ポルターガイスト。これ久しぶりだからね、ノーダメージでいけるかどうかちょっと。あ、そうか。これがあるの忘れた。落ちてくるのね。やっぱ久しぶりだから忘れてるな。怖っ。ナイフがね、襲いかかってくる。まあ基本的にあんまり動かずにこうやってパンチしてれば当たるんですよね。あ、しまった。はい。で、あと落ちてくるんですね、あれが。このシャンデリア落ちてくるんで、これで当たって死ぬこともありますからね、知らなければ。これでね、銃で倒すんですよね。で、なるべく全部命中させるぐらいの感じで。やばい。危なかった。危なかったですね。あと1で食らう、死ぬとこでしたね。一応3面の、一応1つ目の鬼門がこれだったんですけどね。まあ、何度か倒せました。しかもヒットポイントが1しかなかったからどうしようもなかったですね、今のは。まあね、このゲームをね、やる人は、こいつが一番強いと思ってる人は結構多いと思います。こいつか、6面のボスもかなり強いですけどね。はい。怖っ。あ、そうそう、こういう角度で来られるとね、そう、この角度で来られると避けられないんですよね。まだか。まだか。ああ、倒せた。なんとかね、一機だけやられたぐらいで倒せましたけど。もうね、ちょっと久しぶりに戦うから、ちょっとな、どうかな、うまくいけばいいんですけどね。パターンがあるからね、そんなにめちゃめちゃ強いやつではないんですけど、ちょっと久しぶりだから結構やられる可能性もありますね。あ、しまった。食らってもうてるやん、おい。パターンがあるんですけどね。これ3回目が強いんですよね。3回目フェイントしてくるんでね。これね、恋人なんですよね。恋人がバケモンにね、されちゃってるというね。危ね。はい。この次のが、あと3回目ね、がちょっと強いんですよ。ちょっとまあ、フェイント攻撃してくるときがあるんで。これが強いんですよね、ちょっと。これですね。あ、そうだ。そうそう。2回ね、撃ってくるんだ、ね、たまにね。1回だけではなくてね、2回撃ってくるときある。あ、倒せましたね、でも。で、これ、まあ一応死んじゃうんですけどもね。でも、スプラッターハウス、パート2とね、メガドライブのパート3でね、これ生き返りますからね。さあ、ここが鬼門ですね。
もう集中力いるんですよ、ここは本当に。あぶね。まためっちゃ硬いしね、これ。やばいやばい、あぶね。おお、倒せた。まあ、今回まだ調子がいい方ですね。はい、次最後の面ですね。ね。実は、じゃあ、そうそう、自分のね、顔だったというね。あ、しまった。上から降ってくる、あれ、切り株みたいなのが、降った骨。結構ね、あれも、ダメージ受けやすいんで。これ、避けるの難しいんですよね、あの切り株。あ、くそ。切り株というか、あれやね、木ですね。落ちる、木が落ちてくるんですよね。これ、両方来るんですよね。はい。あ、しまった。ジャンプしながら撃たなきゃいけないんですよ、今のところは。はい。あと1しかないから厳しいな、これ。おお、倒せた。あー、でも死んだ。これどうなんの、この場合。うわ、今うまいこと受けましたね、木をね。あれうまいことね、避けるの難しいんで、この木の攻撃。あ、当たってない、やばい。あ、しまった。この手の攻撃はね、全然怖くないんですよね。一番怖いのはこの上から降ってくるこの木ですね。これは絶対怖くないですよ、この手の攻撃はね。はい。おーし、倒した。うわー、しかも残機4機残した状態でね、クリアしました。うわ、ノーコンティニューできましたね。いや、これは嬉しいですね。 4年ぶりにやったけども、なんとかノーコンティニューでクリアできましたね。めちゃめちゃ嬉しい。何十年ぶり、つうか何十年ぶりってこともないけど、でも多分ね、数十年ぶりだと思います、これ。よし、これはもう結構ね、こうやってやってたら倒せるんですけどね。これはね、こうやってればいいんですよ。ね、こうやってね、両方向いてね、こうやってやってれば倒せるんですよ。そんな大したことないですよ、ここね。一面目なんでね。気持ち悪いですよね、でもね。本当に。この巨大なヒルですよね、これね。はい、これで最後、飛んでくるやつを倒したら終わりですよね。あ、逃げた。はいよー。うちの猫ですね。さあ、ボスですよ。これ、まあ、ポルターガイストですよね。よし。危なかった、今ちょっと。はいはい、ナイフ。はいはい、ナイフ。あー、まあ、カンボジアか。見えないや、今。危なかったよ、お前。はいはい、はいはい、これ終わり。ぶちかちゃん何してんの、ぶちかちゃん何してんの、ぶち
結構強いやつなんや、あいつ。やばい。おお、倒せた。ギリギリやんか。ギリギリやったな。ここが結構な、これが難しいんですよね。これ強いんですよ。もう多分、兄ちゃん無理ですよ、ヒットポイント。このボスがね、このゲームの本当鬼門の一つなんですよ。本当強いんですよ、こいつ。これ2で倒せたら奇跡ですよね。鬼門のボスなんですよ、こいつは。ほら、こんなん避けられるわけないやん、な、途中から来たやつ。あんなの。やばいやばい。あ、倒せた。うわ、奇跡だな、これ。倒せたやんか。うわ、ちょっとあれやったな。調子良かったら、運が良かったというか。あいつね、ほんとめっちゃ強いんですよ。ほんとに。もう鬼門の一つなんで、このゲームの。まあ、倒せてよかったわ。うん。まあ、これでいったら、とりあえず半分、半分ですよね、これね。うん。1かよー。1じゃ厳しいやんけ。これボスなんですよね。これ、恋人が怪物になっちゃうんですよ。さらわれた恋人がね、怪物になっちゃうっていうね、ちょっと悲しいね。あれなんですよ、これ。しかも、ほんまに、参ったなぁ。こんなん楽勝やったのね、昔は。エラーになったよ、ほんまに。一段階ですよね。はい。やばい。ああ、クソ、やっぱ食らったか。第三段階はね、ちょっとフェイントがね、あるんですよね。このフェントさえ気をつければなんとかなると思うんですけどね。あぶね。あ、いけたいけた。なんとかいけた。でもこれ死んじゃうんですよね、恋人これで。悲しいっすよね、ほんとに。もうどうしようもない、殺しちゃったんだからしょうがないよ。自分の手でね、恋人殺しちゃったっていうね、すげえ切ないんですよ、これ。このゲーム一切回復がないんでね、本当に厳しいんですよ。止まれやがった、こいつ。おお、倒せた。うわー、やっと倒せた。それでもギリギリって感じやな。これね、自分自身なんですよね、このラスボスがね。自分自身の顔なんですよ、これ。これがラスボスなんですよ。危ね。顔がね、ラスボスみたいになるんで。おっと危ない。これ上から落ちてくる木を避けるの難しいですよね。よし。これが難しいんですよ。落ちてくる木を避けるのが。この手はね、全然余裕なんですよ、避けるのね。
あ、しまった。両方、はい。両方は全然余裕なんですよ。ああ、倒せた。もう倒した。危なかったな。危なかった。人が殺し自分で殺しちゃって一人ぼっちになっちゃったという切ないエンディングですよね。クリアはしたけども、もう音楽も切ないけどな、まあいい曲ですよね。でもですよね。まあでもね、これ一応続編も出てるんですよね。スプラッターハウスパート2とスプラッターハウスパート3がね、メガドライブでね続編が出てますんでね、そちらが続編になるんですけどね、まあでも1と2は、あ、2と3はねアーケードではないんですよね。メガドライブだけのオリジナル作品なんですよ。はい、これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。ちょっと途中でね、切れちゃいましたけど、すいませんでした。見苦しいところ。はい。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。